はい、えー。未来の日本語教育組の皆さん、こんにちは。えー、これは第7週 SOP の最初の、えー、ビデオになります。ここでは SOP とは何かについてご紹介します。えー、SOP というのはスタンダードオペレーティングプロシージャーの意味です。で、教案という言葉もよく使いますが、教案より少し意味が広いです。なぜ SOP を作るのかというと、その作ることで事、えー、業について考えることができるからです。 そして準備をすることもできます。それから SOP を見せて授業の前に他の人の意見を聞くこともできます。そして SOP があると授業の前に練習をすることもあります。そして2回目に同じ授業をするときに SOP があるととても楽です。はい、SOP の構成は、まず誰がその授業を教えるのかを書きます。先生の名前ですね。それからクラスの名前。 そして、事業の目的。そして、手順。最初に何をして、次に何をしてという意味ですね。これ、手順と事業内容は大体同じですが、どういう事業をするかも書きますね。えそれから、評価も書きます。評価は大体目的と同じです。えつまり、その目的を達成したかどうかを調べることをどうやってやるか。えどうやって調べるか。それも SOP に入れるといいでしょう。はい、今、ここで、え事業内容と言いました。これが一番大事なので、 もう少し詳しく話します。最初にその授業の目的を学生に説明します。それからここではですね、文系シラバスのオーディオリンガルの場合なんですけど、その場合の導入はこのようになります。というかですね、導入があるのもこういう教科書の場合ですね、民日の場合ですね。はい。導入は4つの内容が必要です。これについては前にもう説明しましたね。 えー、そして文系練習も必要です、えー。文系練習は、あの、練習 A、練習 B、練習 C というのはあります。えー、そしてその練習をするときに学習者に対していいですねとか、それはちょっと違いますねというふうに評価をしますね。でもこれは特に SOP の中には入れなくてもいいかもしれません。大事なのは学習者からの評価です。えー、つまり学習者が今日の授業について良、えー、かったと思うか良くなかったと思うか、 それも調べなければいけませんし、それをどう調べるかも SOP の中に入れておくといいでしょう。えー、昔は版書計画といって、黒板の書き方も SOP に入れていましたけど、今はそれは必要ありません。はい、えー、一番大事なのは、えー、事業の目的です。えー、で、あのー、SOP よりも事業の目的を守ることを大切にしてください。なぜかというと、事業では、 想定していなかった、予想していなかったこともたくさん起きます。そのすべてを予想することはできません。予測することはできません。ですので、状況が変わったら SOP から外れてもいいです。つまり、SOP に書いてあることをしなくてもいいです。状況が変わったらね。そういう時もあります。そして SOP に書いてないことをしてもいい。そういう時もあります。ですけど、授業の目的は忘れてはいけません。 目的が一番大切です。それから、調べたことを全部教える先生が言いますけど、それもちょっと違います。まず最初にですね、授業中にどんな質問を受けるかはわからないですよね。ですから、質問のために準備をしておくことは大切です。で、その準備としていろいろ調べることもとても大切です。でも、調べたことを全部教える必要は全くありません。 大切なことだけを教えてください。そうではないと学習者は何が大切なのかわからなくなってしまうからですね。はい。えー、このスライドへのリンクはビットリースラッシュ TTCB71 になっています。今回はあまり、えー、このスライドからリンク貼っていませんけど、えー、必要な人はこれを見てください、えー。このビデオに知らなかった言葉があったら、えー、暗記、クイズレット、メモライズなどに、えー 登録して後で復習をしてください。はい。それでは私は、私からはここまでです。さようなら。